ポルトガル空軍はポルトガルの空軍。空軍の起源は1912年に設立された陸海軍の航空隊に求められる。1952年7月1日に陸軍航空隊と海軍航空隊は統合され新軍主として独立する。ポルトガル軍における航空隊の歴史は1911年に設立された気球中隊に遡ることができる。 これは陸軍の電信部隊の中に設立されたもので、後に少数の航空機も配属された。第一次世界大戦に連合国側として参戦した、ポルトガル軍は戦闘用航空機は保有していなかったものの少数のパイロットがフランス軍の航空隊に参加している。1918年に航空隊が設立されると同時にアルバーカに飛行学校も設立された。 1949年にポルトガルは北大西洋条約機構に原価名国として参加する。1952年に陸軍航空隊は海軍航空隊と統合され独立空軍となった。1960年代には植民地であったアンゴラやポルトガル領ギニア、モザンビークでの紛争に関与し、1974年のクーデターにも関与している。 1975年までに各植民地が独立すると空軍は大規模な再編成を行っている。1974年には850機の航空機を保有していたが2年後の1976年にはその3分の1にまで機数を減らしている。1990年に A-7P 攻撃機の代替としてアメリカから20機の F-16A。 B ブロック15億球の導入を決定、1994年から引き渡しが行われた。また、他国では海軍が運用することの多い P-3、P 哨戒機をポルトガル空軍は保有している。シントラ航空基地、モンテリアル航空基地、モンティジョ航空基地、ベージャ航空基地、コルテガサ軍用飛行場、リスボン軍用飛行場、第1レーダーサイト第2レーダーサイト第3、 レーダーサイトポルトガル本土の主な空軍拠点空軍は大きく3つの指揮命令系統組織に分かれている。2007年時点で現役7100人。戦闘機パイロットの平均飛行時間は180時間。年空軍参謀総長の下で空軍は指揮される。空軍参謀本部は空軍中将を次長に指定し最高意思決定機関として機能し以下の組織を 直接指揮下に収める。空軍作戦集団は、中将を司令官に、空軍の実戦部隊の運用を担当し、領空警備、計画、組織の方向性及び、並走システム管理に責任を負う。作戦集団は、以下の部隊を指揮下に収める。空軍人事集団は、中将を司令官に、空軍の人事管理に責任を負う。司令官の下で以下の組織がある。 空軍兵団管理集団は、中将を司令官に、空軍の財務、資材調達と流通に責任を負う。司令官のもとで以下の組織がある。離陸体制に入るポルトガル空軍の F-16B、ありがとうございます。